になんかあれあれって言うんですか。
最後の4小節繰り返して感じだよね。ブレイクする終わり方とかもあっ、パッとチャッと終わっちゃうので、なんかダラララララで、じゃあ終わりね。ああ、で、ブレイクしてタラララララで、で、タラララで、じゃあで終わり。コードがあれこっちだったっけ、こっちだったっけ。なんか出てないので、なんか鈴木さんなんかやりたいないですか。なんか私が出したのばっかりで、じゃあ草壁さんのなんか、私のね、あれこれ載ってないんですよ。酒バラを、あ、これでやります。酒バラやります。54ページ。リズムは何でやりますか。リズムは何でやりますか。いや、あの、草壁さん指定で。あ、これ私でしたっけ。そうです、はい、そうですよ。そうですよ。じゃあ最初に、あの、皆さんの最初に誤差でテーマを割って、はい、それで4ビートに変えるとかっていうのはどうですか。あ、はい、どうですか。はい、こんな感じでも大丈夫ですね。じゃあ手も鈴木さん取れますよ。あ、はい、ね、はい、はい、じゃあお願いします。カウントからカウントで、はい、頭からで、どんぐらいの、どんぐらいどんぐらいででも、やりやすい感じの、鈴木さんが好きなテンポで好きなテンポ、どれぐらいかな。
これは誤差で通せばよかったですかね。すみません。いや、なんか小説の感覚が分かんなくなっちゃった。ちょっと映り見ようじゃもう一回やってもらいます。ちょっと分かんないね。じゃあ誤差で言ってみますか。あ、じゃあ最初は誤差。
とボビート叩いてます。じゃあボビートで最初からやってみます。最初やってみますね。じゃあボビートでやってみましょうか。練習だし、はい、じゃあお願いします。That's it.
ルートアンサンブルのフルートの音楽を。ちょうどよかった。じゃあ、ちょっと休んで、いそしぎで。いそしぎなんてやるんですか？ええ、やるんですよ。あ、現代何でしたっけ？シャドウマート。シャドウマート。シャドウなんか前の2つがパートして、フルートでベースが担当しているところにコードがついてます。この2枚で、あと3コードでしますか？また1個しかないかも。あ、私はね、山下さん、あのファーストがメロディーじゃないところは全部メロディーを弾いていただいていいでしょうか？うん、それでちょっと言ってもらっていいですか？なんかね、はい、切り張りをしてたんですよ。あのメロディーが結構飛んでるんですか？バンドとかサービスとか。そうそう、はい、それで切り張りをしてて、はい、なんかよくわかんなくなって、やるので、やるので、あ、ここは違いますって言ってくれます？いいね、はい、多分大丈夫と思います。サウンドとコースでメロディー飛んでるんですよね。あとここはメロディーはもうないので、これ見てるとね、高い音でね、あれなんで、ね、ルートだと違和感ないんですけど、ピアノって分かんなくなって。確かに下げてましたね、あの YouTube も。高い音で使っちゃうから、歌を下げたりしながら、なんか。いや、譜面で見る感じで、ルートで聞く違和感ないよ。ピアノピアノで。全然違うんです。あのフィルターンサムと全く違って、あのただたまたま曲が変わっちゃったんで、スタンダードジャズってことで。今日はすいません、ちょっとおまけで聞かさせていただきました。フルートアンサンブルって普通何人でやるの？8人ぐらいでやるんですか？いや、いろいろ人数いるけど、うちは 4,5 人でフルートだけで4,5 人、あとギターとパーカッション。ドラマチックに入れていただけたら助かる。
かります。これ F シャープの はい。